動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。二つのフェスを畳んでまで、2023年春に立ち上げたフェス部が、一年も経たずに終焉を迎えることについて、月鉄界隈では早くも例のメンツの解散を危惧している段階にあります。5月と8月に東京ラプソディを控えている中で、秋葉原の雰囲気も様変わりする一方で、音の木の姿が見られるかどうかが危ぶまれることが想定されます。名鉄の運賃値上げと減便のダイヤ変更が、この春に控えていることから新横浜線を筆頭とする東京エリアの攻略が再びスポットを浴びる中で、ほころびを繰り返す音の木の動向も注目されます。右上のぴょんたプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。一年も経たずにフェスにが終わるとか、何を考えて立ち上げたのかわかんねえよな。どうしてこうなった、どうしてこうなったと言いたいところなんだけど、ソーシャルゲームをめぐった事情が今では大きく変わっとるぜ。10年前なんかはスマートフォンゲームの場合はガチャを使って収益を青天井に拡大できる、そのように思われてたんだけど、蓋を開けてみたら肝心の中身の追加が難しいから需要と供給が追いつかないというオチだったのさ。需要と供給が追いつかない、それ火の鳥のプレミアムシートもそうじゃない。ホリデーになるとその傾向が特に著しくなるのだけど、名古屋エリアで他に何かやることがあるのだろうか。東山動物園もそろそろ行っておいた方が良いはずだが、スマホができて地デジとなった今では制作コストが跳ね上がる一方だぜ。処刑されたスクスタに4組名工やライバルが追加されなかった原因かもしれねえぜ。知れへんやのうしに間違いあらへんってところやな。既存のヒット作は成熟してる分、これから作られる新規タイトルにとっての脅威でもあるわけで、ゲーム関係やとそれが20年以上前から見られとるわ。スマホでも開発費の高騰が進んで、既存のタイトルの延長線ばかりになってるはずやで。いずれにしてもソーシャルゲームは時間が経つほど新作にとって疑問になるってことやわ。京都の花札屋も最近だと新規タイトルが少なくなってるけど、そもそもの話で現行型が強いから今はそこまで考えなくても問題ないんじゃないかな。京都の花札屋だと負けハードの時に新規タイトルをガンガン生み出していって勝ちハードで開花させるというパターンがお馴染みになってきてる節が見られるな。だとしたら今はあまり新規タイトルは考えることは必要ないんじゃないか。当の京都の花札屋は最近だと映画とかテーマパークとかで人口拡大パイの増加に努めてるんだがな。そこからの証の本編新作一旦はあらへんもんかと思うたら、ビジュアルも一
進してさらには参入したキャラも増えてと、すっかり賑やかになってきてるわな。そういえば、一部はダメージを受けへんのがおるけど、多分初心者はもちろん、シードとかを集める際立ったプレイヤー向けか。なんか初心者向けのキャラって、極めたプレイヤーがやり込み要素を進めるのにも適してる傾向があちこちで見られるな。パルナス界隈だとソーシャルゲームの実態をいち早く認知していったことから規制が厳しいのさ。てか、新規タイトルが減ってるって、月鉄界隈も似た傾向があるかもしれねえぜ。2023年度だと、プルメリアキャッスルと、伝統無限城、ハーツが新規で出てきてるけど、これでも少なくなってるって、いうのはなんか変ねえ。これらの企画は月級で刺さりまくってるというのに。今年の場合はスーパーサンタシップもそうだし、既存の企画を優先的に投資させないとダメっぽいぜ。2025年から2年間は大規模リニューアルがストップすることからその影響がでかいで、あと月鉄界隈やと10万系メビウスが出てくるから、間違っても新規タイトルが例にはならへんで。そのメビウスだけど、僕たちの3組目の仕様がフェス2のものにならなくなるかもしれないんだよね。フェス2が終わったんだから仕方がないさ。アニメ版も黒歴史と見たい節があるのだよ。新他世代の3大黒歴史ってか、そこに音の木の3組目のアニメ版やてな。まあそれらを掲げた2021年度やと、黄色いネズミのリメイクが大問題やったから、その影響から神経質になってたんやわ。谷町線の自動放送ともども、そう言われたら仕方がねえな。そもそも1年も経たずにフェス2が終わること自体が異常だぜ。どうしてこうなった、どうしてこうなった。音の木がここまで弱体化したとか聞いてねえぞ。僕たちが弱体化したというより別の問題でそうなったと言った方がいいかな。神田神社を聖地にしてるがゆえの一種の呪いが来たんだよ。音の木の呪い、フェアリーフィーも食らったことがあるという伝説の呪いの一種だよこれ。ニュース界、これは虚偽のセリフにも程があるだろう。伝説の呪いってのは盛りすぎだ。あながち間違いじゃないんだけど、他の国で京都の花すがやに進出しなしてるしな。音の木の呪いってのは1組目のことだよ。まあ地震に降りかかっていたんだけどな。降りかかったチューンはこの前のカナリアになった件やろう。あれはレガールでもトップクラスの事件で、コンサートバッジ破断の件の天罰でもあるんやわ。ここに来て回収されたか。長い期間をかけた伏線だったんだがな。ここで音の木の1組目がカナリアになったちゅうことで、その意味合いは京都の花札屋に来ないは散々レガールを振り回した挙句、フェス2が1年も経たずに終わったちゅうことで、あいつらはレガールの主軸としてお払い箱になった中味方になるやろう。最近はレガールの足かせとなった奴らがカナリアに変身させられる傾向で、伏見の無勇感はカナリアが多く飛び交ってるんやわ。何を基準に足かせになってるんかはともかく、この流れやとあいつらそのものがカナリアに変身させられる危険性も出てきたで。ポッピンも開発元が身を引いたって聞いたから、先についても注意がいるしで、結局は京都の花札やと縁のあらへんコンテンツがバッドエンド雪になるって流れやで。それでだが、東京ラプソディで何を計画しているというのだ。新横浜線と音の木の3組目以外にも何か気になることがあるというのか。転勤族209系500番台の花さ、せっかくだから京葉線のあいつにも会ってみてもいいんじゃないか。しかしながら、あそこも快速が減便されるから、どうやって攻略するかが問題となるだろう。それだけど、E231 系に伺ったらどうかな。当時車も抱えてるんだし、いい機会なんじゃない。だけど今だと総武線の500番台ばかりだぞ。それでも行くのか。500番台も絡んでるから、そこは気にすることやあらへんで。209系500番台のうち松っ子の編成で、京浜東北線を裏80として走った車両、そいつが山手線のホーム柵の設置の兼ね合いで総武線に戻ってきた時もあったんや。500番台もそのことを周知してるから、話す相手は E231 系500番台でもええんや。何がとんでもない事情なのかを言うと、その裏80と名乗ってた209系500
500番台だけど、京浜東北線に行った穴埋めで作られた E231 系、通称 B27 が山手線の中間車を配給輸送するときに総武線に戻ってきて逆の穴埋めをやるという狙ったかのような展開になってたのさ。なんか聞いたことがあったぜ、企業用車になった E231 系がおったってな。それだけでもすごい流れだというのに、さらに穴埋め返しまで起きてたとは。それを東京ラプソディでじっくりと聞かせてもらうってところか、あるいはその収録が落ち着いてからか、そのタイミングやろうかなってか。当日は間違いなく新横浜線、後に音の木の3組目の絡みでそれどころやあらへんから、事情を聞かせてその過程をまとめた上で、転勤族209系500番台の謎に触れてくぜ。気になるのは肝心の秋葉で僕たちの3組目が目立てるかどうか、むしろ5組目の方が目立てるか可能性を想像しちゃうんだけど。ミラクル対策戦を撃退したあの者なら秋葉でも幅を利かせるだろう。あのメンバーが解散したら誰が秋葉の舞台で幅を利かせることになるのかな。少なくとも5組目トレイのボーカロイドと新たなる勢力で一騎打ちすることとなるで、場合によっては音の木の3組目の京都の花札屋でのアピールがあるかもしれへんわな。ちなみに次のハーツの収録でそのスクスタ系のビジュアルの3組目を持ってサブカルチャーの街で集会が行われる予定で、東京ラプソディを見据えた集会でもあるで。その集会だけどミラクル対策戦の大失敗も相当に問題視してるみたいで、大天使ガブリエルやらミカエルやらの力を使えるバトラーを対象にしてるみたい。魔女っ子クラブ対策戦がニューロットを撃退することが成功の条件だと分かった上で、そのためにガブリエルとミカエルなどとうとう展開まで絡んでくるみたい。これがどう音の木の3組目と関係するというのだ。レインボーハーツが鍵を握っておるのか。そうやな、レインボーハーツが音の木の3組目の京都の花札屋の進出を条件として、肝心のハーツも基本的には大天使の力を活用できるバトラーが所定で動いとるわ。まあ生え抜きのユニバースならその集会の対象になるんやけど、マルティスと合うんやろうか。近鉄日の鳥も来るならどうってことはないさ。ユニバースなら確実ってことでな。いやー、大天使の力を活用できるバトラーは必ずしもユニバースとは限らねえからな。特に天使界のパルナス界隈だとユニバース以外でも多く集まるかもしれねえぜ。新大因子を抱えてるバトラーなら十分にあり得る話だぜ。2021年あたりが新他世代の三大黒歴史が集まってるというけど、それって今だとどれが黒歴史になるんだ。三大黒歴史も変わってきそうな気がするぜ。今だとスーパースターズアドベンチャーや2022年度のパンツルックの年目はあるだろう。心当たりなら複数あるだろうけど、東湖の上陸や日光エアーの時点で会うと、前のソルルナ世代ともどもあのパンデミックの期間が全体的に黒歴史やな。最大の黒歴史は何と言ってもピエノって、あれで七俳優の前の姿は再生不能になってたしな。次の東京ラプソディは2020年度にやりたかったことを改めてやるって感じね。やりたかったことって何なんだろうかな。つまりの秋葉のスタジオに関しては過去の攻略で乗り入れてたことがあったし、何を求めてるというのだろうかな。ロストハッピーメーカーって言われたらどう反応するんやろうかな。そういえば最近のスタートだけど、音の木の1組目のその仕様を捨て去ってる感があるな。それどころか1組目の公約すらかなりと本数が減っとるんやわ。5組目まで出てきてソースが分散してるのもあるけど、やっぱり1組目が音の木の呪いとなってきてるから、今回の革命で近づきがたい部分があるんや。神田神社の剣が背景にあるわけやし、スクスタ系のビジュアルの3組目での攻略は1組目から距離を置くため中側面もあるんやわ。完全に1組目に対して冷め切ったのか、火炎装まで機械を捨て去っていったのが明確だぜ。この前のスーパーサンタシップで火炎装の糸口が得られたから良いものの、音の木の1組目が再びカナリアになった時が新たな試練となることであろうか。
ベネクレア王国の復興を急いでるのは早急に火炎層を実現させるためなのか。冷静に考えて、それで晴れて火炎層が果たされて、かつ2025年の万博も迎えられたら、以降は音の木の1組目がカナリアになっても差し支えがなくなるってことみたいやわ。次の世代交代はそのタイミングになるやろうかな。次世代の御大鳥環状線はそこまで迫ってきとるんや。